皆さんこんにちは。今回はアップデート情報解禁前なので、アップデートに期待すること、についての動画になります。よろしくお願いします。だいたい10個くらいにする予定です。それでは、進めていきましょう。ということで3周年に期待することなんですが、現実味の高いやつから話していきましょう。はい、まずは10連配布ですね。これは、今のところ恒例行事になっているな。そうだね、1年目は10連分配布。それに加えて、オーケストラの、コラボ翼の配布がありました。コラボというと語弊があるけど、非売品の限定翼だな。さすがに3周年ということで、誤算アピールに使えそう。ちなみに、有識者曰く無料オーケストラ動画の公開が、本来のミホヨの用意していた1周年記念だったみたい。ただ、格式の高い人にしか理解できないというか、庶民は価値を感じづらいので残念ながら当時はそれなりにそれなりしてたね。芸術の価値は働きありにはわかりづらいのだ。ありといキリギリスより。ちなみにこの話には一応つながりがあって、本来は課金限定パックで配布される予告のあった、風の翼。それが、当時のあれやこれやの影響を受けて、仕方なく公式が配布したって感じになるね。実は1周年の限定翼は、もともとは課金限定だったって知っていましたか？で、2年目はペットアイテムのポケット言うんだっけ？そうだね、それなりにアクションまで取ってくれるペットアイテム。今年は10連に加えて何が配布されるんだろうか。とりあえず1個目は、限定アイテムと10連分だな。一応地味だけど、2周年はクラッカーなんかも配られたよね。いっそのこと限定アイテムいらないから20連分配られないかな。と偏見だとそういう人って、お土産にお菓子頼みがち。物もらっても最終的に捨てるから、食べ物の方が扱いに困らないよね。ということで2個目。2個目は、2倍石復活ですね。これも一応恒例行事になっているな。今のところ1年に1度、課金2倍が復活しているね。一部のユーザーには関係のない話だが、嬉しいユーザーは多いはずだな。あとはだいたいこれくらいの時期にアップとかの値段改定とか、その辺も入ったりするから、課金する前に注意でもあるな。続いて、祝福の配布です。毎年参加者の 10% に配布される例のあれだな。そうだね、1年間のデータの振り返りと、そのイベントに参加した人全員に、90% でもら、10% で祝福を配布してくれます。解禁賞ですが、一度も東方は当てたことがない。まあ、期待値で考えても 10% なら全然外れる回数だけど。やっぱり当たらないとなんでこんなイベントしてんねん。って感じになるよな。原石とかかけてるわけじゃないから。ノーコスト参加だから全然いいけど。外れるとやっぱり、悲しくなるよね。ということで、ここからは未知数な話。まずは、スキンの割引セールを期間限定でしてほしい。グレイのスキンくらいは最近出たばっかりだからいいけど。とてもじゃないけど、ディルックのスキンを、定価で買う気にはなれない。あれ割引なしで考えると、普通に4000円くらいするからな。もちろんベースから基本的に原神のスキンは高いのだが。もちろん、ディルックスキンの追加要素の理解してるが。とてもじゃないけど、割引前提の価格に感じる。ファミコンのソフト新品で買えちゃうじゃん。ぼったくり価格のアプリ版の聖剣ロムも買えちゃうじゃん。ってくらい高いので、こういう時限定でいいので、既存スキンの割引とかしてほしいなぁ。実際スキンってセールスも売れてるんだろうか。品質が高いから高いのもわからなくないけど、実際売れているのか気になるところだね。続いて、ショップ交換の3枠目の追加です。現在毎月2種、合計12種、半年で1周してますが、さすがに星4も大量に増えているので追加してほしい。しかもなぜか、シゲクモとスクロースは初期からラインナップにいないんだよな。実は 2.1?1 周年くらいの頃には、十分3スタック分のキャラが実装されていたんだけど、3枠目は実装されていなくて、今に至るね。さすがに運営忘れていそうだけど、追加してほしいね。この前の動画で出した通り、現在星4キャラは総勢36名。工場星4の3名を除いても33名入るわけで。目安が大まかに半年に1回。もちろん、キャラによっては下振れとかもあるので。半年に1度ピックアップされるかされないかって段階まで来ているんだよな。
あんまりプレイヤー有利の要素は実装されないイメージだけど、そろそろいいんじゃないかな。ここからはいつも通りのささやかな期待。はい、マップピン増やしてほしいです。急にいつものトーン。今後フォンテーヌが広がると思うと足りません。増やしてほしいです、切実。続いて7個目なんですが、螺旋の挑戦前の開始画面で装備を変更させてほしい。スターレールでは可能なので、同じようにこちらでもしてほしいです。螺旋に限った話ではないけど、イベントとかでも普通に各キャラの装備とか確認させてほしいよな。この前の3編成必要なイベントとか、12キャラ分、生物がついてるのを覚えてる人は少ないんじゃないだろうか。高難易度をきっちりキャラ揃えてやるならそういうことにはならなさそうではあるけど、何かと挑戦前に装備の確認をできるようにさせてほしいですね。いつぞやかのアプデで、螺旋の3件クリア後に直接次へ行けるようになったけど、装備見直すとどうせ出ないといけないので、融通が効くようにしてほしいな。続いて8個目。工場ガチャにキャラだけでもいいので天井実装してほしい。スターレールが工場300階で天井なので、原神もお情けの天井が欲しいですね。スタレはそこそこ工場石も配ってるけど、原神は基本的に頻度が低めだから、あってもいいんじゃないだろうか。ただ、バージョン3では2回も工場が追加されたので、今年も工場追加とかあるなら、やっぱりこういうことはしづらいのだろうか。工場も一応キャラには区分を済まってるから、狙った工場星5が微妙に出づらくなっているな。今は17分の1くらいだっけ。15分の1から考えるとそこまで重要ではない気もするけど、キャラピックアップのすり抜けは5分の1から7分の1って考えるとそこそこ大きいか。さすがに工場星5もまだ強いっていうのも、一部に関してはだいぶきつくなっている時期だよな。未定事件簿の周年記念みたいに、期間限定でもいいので、天井選択させてほしいね。星5キャラで見ても、初期よりかなり増えてるしね。続いて、凸のオンオフ機能。相変わらずですが、実装されないでしょうか。こういう節目こそ実装されちゃってもいいんだぜ。生物プリセットともども、かたくなに実装しないんだろうか。まあ、ここまで来ると高難易度コンテンツみたいに、今後実装する予定はない、みたいな。公式インタビューで応答してくれるといっそのこと諦めがつく。最後は3周年版のスライム新聞ですね。復活したりしなかったりと、昔から応援してるニコニコの実況者みたいな感じですが、3周年版の何かしら、国勢調査みたいな、そういう足跡みたいな、プレイヤーの歴史を観光してほしいね。やっぱり自分の歴史だけじゃなくて、合計、累計の歴史も拝みたいね。3周年版の、プレイヤー調査結果、みたいなそういうの期待しております。ということで3周年に期待すること10個でした。いかがだったでしょうか？皆さんは何を期待していますか？よかったら教えてね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。